アイラブマコーネンは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のミュージシャン、ラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー。2014年の楽曲、チューズデーと同曲のドレークのリミックスでブレイクし、その後は、コリル・ピープとのコラボレーションなどで知られている。独特の歌声と内省的なリリックを特徴とし、独自のファンベースを築いている。 1989年4月12日にアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。マコーネンはエチオピア系の姓によくある名前だがエチオピアと関係性はなく母の好みでつけられた。彼はインタビューでアフリカ系アメリカ人、インディアン、アイルランド、ベルギー、ドイツ、中国の根欠であると述べている。またマコーネンの祖母はオペラ歌手だった。 マコーネンが13歳の時に両親が離婚し、アトランタに移る。アトランタでできた親友を銃の事故で亡くし、さらに別の友人が車中で亡くなった際には不当な過失致死罪で有罪判決を受け5年間の保護観察処分を受ける。裁判所の命令で2年間足首にモニターをつけられ、母親の家での自宅軟禁を余儀なくされた。 ザ・フェーダーの撮影でのアイラブマネ年2008年の保護観察中に自宅でソングライティングやレコーディングを学びマイスプイスに曲をアップロードし多くのデモや EP を発表し始める2014年6月27日エピソードアイラブマネ年 EP を自主制作でリリースする収録されたチューズデーがアンダーグラウンドで話題になり マイリー・サイラスがお気に入りの曲として、インスタグラムで紹介するなどして徐々に知名度を上げていった。8月に、ドレイクからリミックスをしたいと、コンタクトがあり、半信半疑で、チューズデーのインストを送ったところ、2日後に、アイラベ・マッコナン、チューズデイフィーチャリング、ドレイクとしてドレイクが、サウンドクラウド上で発表。それを初めて聞いたマコーネンは、喜びのあまり腰を抜かして涙した。 その後すぐに、ドレイクのレーベルである、応募サウンドと契約を果たす。ドレイクが、フィーチャリングアーティストとして参加したことで、チューズでの人気は急上昇し10月には、ビルボードホット100にチャートイン、11月には、最高12位までチャートを駆け上がった。第57回グラミー賞では、最優秀ラップ、サングコラボレーション賞に、ノミネートされた。2016年4月18日、 マコーネンは、ドレークのレーベル応募サウンドを離れ、親会社である、ワーナーブローズ・レコーズに移籍した。明確な理由は明かされなかったが、後に、マコーネンは、応募サウンドで、ドレークや多くの関係者に脅されていたことを、示唆している。2017年夏に、マコーネンは、ロンドンで、リル・ピープとアルバムを制作するが、後にリル・ピープが、薬物の過剰摂取で亡くなってしまう。 2018年8月17日、マコーネンは、リルピープとの楽曲、三大ダイはスキンを発表する。さらにこの曲の別バージョンとして、時期を同じくして亡くなったラッパー、XXX テンタシオンが参加した、リミックス、ホーリングダウンも発表された。2019年1月、リルピープとの楽曲にホールアウトボーイが、フィーチャリングで参加した。 アイブビームエーティングがリリースされた。2021年4月13日、ワーナーを離れインディーアーティストとして、アルバム、マイ・パレードをリリースした。2017年1月20日に、自身のツイッターで芸であることを公表した。後に、マコーネンは、このカミングアウトによって周りから人が離れていったと、インタビューで語っている。 その頃にコラボを持ちかけてきたのが自身もバイセクシャルであることを公表していたリルピープだった。インスタグラムの投稿などからリルピープとは親密な関係であると思われていたがリルピープの死後にマコーネンはインタビューであくまで親友という仲だったと述べている。ありがとうございます。